Hello, what's up everyone? My name is Rizky and welcome to my channel. And welcome to the Sakura Wars. Ya, enggak seperti biasanya, gua intro dulu, biasa intro animenya, intro gamenya Sakura Wars. Karena ini adalah chapter terakhir dari game Sakura Wars. Gua enggak tahu bakal berapa lama. Yang pasti ini adalah final chapter. Jadi gua ingin lanjut tanpa kayak ya, maksudnya enggak seperti biasanya. So, gua mau recap kembali. Jadi dari chapter pertama hingga chapter ke-7 overall semuanya gila, gokil, karena gue juga suka robot kali ya, karena gue suka film Gundam, suka baca manganya juga kadang-kadang, dan suka main Gunpla-nya. Gue suka dengan mekanik-meka gitu, dan gue juga suka kayak ada romance-romance-nya, animenya dapet, menyentuh banget sumpah. Dan plot twist-nya gue kira ini Sakura dari yang itu kan, bukan katanya emang ini yaksanya, monsternya. So anyway, itu aja yang mungkin yang plot yang bisa gue sampaikan. Gue belum tahu final chapter bagaimana, tapi gue thank you banget untuk yang benar-benar kalian, aduh apa ini, kasih banget sih untuk thank you banget untuk kesempatan yang bisa gue berikan, yang diberikan oleh tuh oleh pekerjaan gue. Oke, gue bisa tamatkan. Now let's go. Gue belum tamat, oke? Okay? Here you go. これは一体何が起こってるんだ。パパに出るよ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。ここ私の家ですよ。さくらの家だが、この異様な容器は。見てください、清十郎さん、テートが燃えています。何、テートがまさかコーマに襲われているのか。だけどこんなこと、テート全域が戦場になってるじゃないか。もしかしてここ、ううん、今はのデートなのか。間違いありません、これは過去の私の家。そしてこのデートの戦いの激しさ、もしかしてコーマ大戦の時なんじゃ。大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木、あれは確か、はい、コーマに傷つけられたはずの桜の木がまだ。ということは本当にコーマ大戦が起きた時のデート、ゲントが接近した影響なのか。信じられない。コーマ大戦時のデート、本当にそうなら。さくら、動くのは危険だ、戻れ。お母さんが、お母さんが生きてるかもしれない。お母さん。誰。え、本当にお母さん、お母さんに会えた。さくら、あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。
ヒナタさん。あなたはまさか聖十郎くん？それじゃ本当に。そうだよ、さくらだよ、お母さん。さくら、こんなに大きくなって。え、でもどうしてこんな奇跡みたいなことがあるなんて。俺にもわかりません。ゲントとテイトが接近した影響だとは思いますが。ゲント、そうよ。テイトはこの戦いの後どうなったの？それは。経験のおかげで平和になりました。そう、経験の力でテイトは平和を取り戻したのね。ですが、そのために日向さんが。そんな顔しないで。私はもう覚悟してるんだから。よかったわ、私の命はちゃんとみんなを守った。はい。よくないよ、さくら。提言を作っちゃダメだよ、お母さん死んじゃうんだよ。私大きくなったでしょ、一緒に暮らそうよ。私と生きてよ、お願いだよお母さん。ごめんね、寂しい思いをさせたわね。でも私は命を懸けるわ、鉄管さんと一緒に提携を作る。お母さん。私はね、大切な人たちの住むこの帝都を守りたいの。なんてちょっと綺麗すぎるかな。私はあなたの未来を守りたいだけなのかも。私の未来を。いつかあなたに子供ができた時、この気持ちがわかると思うわ。あなたを守るためだったら、お母さんは何だってしちゃうの。絶対に子供の未来を諦めたりしないのよ。お母さん。私は今ここでなすべきことをするわ。あなたはあなたの世界でなすべきことをなさい。大切な人を守りなさい。でもしっかりしなさい。あなたの世界にはあなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。うん、分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。聖十郎くん、これからもさくらを頼むわね。日向さんの言葉、絶対に忘れません。大切なもののために戦い続けます。うん、私も未来を諦めたりしない。お母さんのように挑み続けるよ。頼もしいわね、
帝都の未来は任せたわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた。この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん、綺麗になったわね、さくら。お母さん。さくら、私の愛しい娘、さあ行きなさい。そして人生を悔いなく精一杯生きるのよ。私、天国のお母さんに笑顔になってもらえるよ。しっかり生きるから。だからずっと見守っててね。さよなら、お母さん。やっぱりあなたは私の憧れです。新宮寺さん、ありがとう。karena gue nonton animenya kali ya, gue paham. ついにゲント復活の時、コーマ王さん、ようやくお会いできますぞ。あの光は真偶寺か。己、また貴様か。みんな無事か。はい。貴様らどうあっても我の邪魔をするというのか。
俺たちは絶対に未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマン様、我に世界を滅ぼす力を。しないの。行くぞみんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。Alright, let's go. Siap dulu, siap. Aku pengen ini dihilangin tuh.いいってもんじゃねえさ。同意。必ずどこかに隙ができる。でも時間はあまりないわ。ゲントは今も近づいている。やりましょう清十郎さん。私たちがテートを、世界を守るんです。ああ、必ず守ってみせる。神山君、原案につながる黒い管が見える。どうやらあの骨幹を伝って、コーマ王の力が原案に注がれているようですわ。まずは、あの骨幹を断ち切って、コーマ王からの力の供給を断ちなさい。了解です。しまいましたね。この状態でコーマに襲われたらおしまいだ。早く合流しないと。しかしこのまま原案に向かっても同じことの繰り返しだ。一体どうすれば。神山君、夜叉の時と同じよ。コーマ王の力が攻撃を防ぐ障壁になっていますわ。なるほどな。じゃあまた私がぶっ壊してやるか。ダメだハツコ、
それだけは絶対にダメだ。そうだったな。悪かったよ、神山。落ち着きなさい、神山くん。玄庵の障壁を打ち消す方法はあるわ。かつて玄斗を封印した定剣を使った絶海の儀式、北斗七星の陣を行います。北斗七星の陣、あれ10年前のあの戦いのように玄斗を封印できれば、流れ込んでくる高魔王の力を遮断して玄庵を無力化できるはずですわ。でも封印に使うお母さんの剣、定剣は玄庵に奪われたままです。定剣は破壊と混乱を呼ぶものではなく、平和と未来をもたらすための剣。その時が来れば必ず定剣は力を貸してくれますわ。あなたのお母様が剣に込めた思いを信じるのよ。はい、やりましょう。玄斗を封じ込めれば私たちの勝ちです。決死の戦いでも、ちゃんと生きて帰る。そうね、必ず帝劇でまた会いましょう。燃えてきたぜ、帝国歌劇団花組の力を見せてやる。行くぞみんな。これより北斗七星の陣を展開する。玄斗をもう一度封印し、玄庵を倒すんだ。了解。北斗七星の陣を行うためには7つの星を作る必要がありますわ。この地で霊力を増強できる場所、北陸、そこでみんなの霊力を爆発させるのよ。7つの得意点、まずはそこを目指すということか。そこ、幸いにも4人は得意点のある地にいる。神山くん、彼女たちの元に行き、七星をつなぐ聖団を作り上げるのよ。了解。 Oke, battle stadiumnya ya. Ada ini. この。そこで。クライス。よかった。無事だったか。話は聞いていたな。北斗殿へ霊力を注ぎ込み、聖団を作るぞ。はい。任せてください。私の力で未来を紡ぎます。神山君、まずは周囲の敵をすべて倒して、得意点を探し出してちょうだい。得意点が見つかったら、その中心で霊力を注ぎ込むのよ。わかりました。行くぞ。コーマを殲滅するんだ。了解。敵戦力の 30% を撃破。神山さん、その調子やで。何やら企んでいるようだ。無駄なあがきよ。なんだこれは。それは玄斗の汚れ。この地が高魔王によって侵食されている証ですわ。神山君、クラリスさん、気をつけて進んでちょうだい。ああ、神山さん、今まで私は何かを成すためなら命を懸けても構わないと思っていました。でも夜叉との戦いで力尽きた時、初めて死にたくないと思ったんです。クラリス、まだまだ大丈夫ですか。
Now. Keren semua robot-robot lo. Genan no kokujin geki. 10 年前にも随分苦しめられたわ。コーマ王様のお力が貴様たちを滅ぼす。せいぜい足掻いてみせるがいい。もう花組のみんなと過ごせないかと思った。涙が止まりませんでした。そんな思いをさせたくない。だから私は戦います。みんなが笑顔で生きていく世界を、それこそが私の戦う理由です。みんな最後まで油断するなよ。行きます。行くぞ。はい、そこ。あっ、よっと、そこ。いん、と、あ、やっと、そこ、よっしゃ、せっかい。どうした、帝国過激だ。逃げ回っているばかりで我には勝てぬ。帝国歌劇団が守るべきもの、絶対に勝利するんだ。はい、行くぞ。闇を切り裂く神速の刃、集中させてください。力の解放を確認しました。成功です。この光の柱は、これが北斗の星か。神山さん、ここは任せて、早く次の得意点へ向かってください。分かった、頼んだぞクライス。一つ目の得意点は活性に成功した。次はここだ。承知、アザミに任せて。勝利は必勝、いざ参る。ねえ、聖獣郎、帝国歌劇団に来てよかったと思う？こんな時にどうしたんだ、アザミ。こんな時だから行きたい。花組の隊長になってよかった。
もちろん、よかったよ。みんなと、アザミと会えた。アザミも、帝国歌劇団に来て、よかった。聖十郎に巡り会えて、よかった。花組と聖十郎のおかげで、アザミは本物になれた。自分の道を、信じることができた。劇団絶対になくさせない。原案相鉄になんか負けられない。ああ、その通りだ。人々の未来への道を守るため、俺たちは絶対に勝つ。全滅率 50%、 あと半分です。殲滅率 80% を突破しました。了解。もう少しだ、みんな気合を入れていくぞ。こしゃくな奴ら、無様な姿を晒すがよい。チェッ、いくぞ。協力して戦うぞ。いつからでも遅くはない。いざまず許しを請うなら、命だけは助けてやろう。我に戦いを挑んだ勇気をたたえ、世界統一歌劇団、魔の歌劇団の一員としてな。Maksudnya bego gak gerak-gerak. 敵の殲滅を確認。得意点を見つけ出して、聖壇を立ててください。任せてください。行くぞ。アザミにお任せ。成功や。得意点が解放されたで。この星はアザミが守る。だから。聖十郎は早く次の得意点へ行って。わかった、アザミ、ここは頼んだ。残るは5箇所か。花組が一人一つの聖壇を作るとしたら、7つの得意点を輝かせることは数的に不可能だ。あの光、あれは北斗の星か？でも、一体誰が？ベルリン歌劇団。得意点に到着。聖壇の構築に成功しました。
エリスさん、マルガレーテさん、よくご無事で。我らベルリン歌劇団に敗北はないと言いたいところだが、あの不思議な光が力を貸してくれなければ危ないところだった。とても強く気高い光だったよ。助けられたな。助けられたって、今日は随分素直に認めるんですね。あるのはただ使命、歌劇団として誰かを守るという意志だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点へ急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。ハツコ、待たせたな。準備はいいか？バッチリだぜ、神山。ついにハツホちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。三つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ女が腐るぜ。まあ、神山、あんたと初めて会った日、あたしたちはすげえ弱かったよな。天ダメだった私たちが頑張れたのはあんたのおかげだと思う。でもそれだけじゃねえ。帝都の人たちにはすごく支えられてきたんだ。しても落ち込んでも頑張れって応援してるって言ってくれた。そんな温かい思いに見守られて私たちは強くなれたんだ。だから私にとって帝都に住むみんなは家族だ。守んなきゃいけねえよな。命張ってでもよ。Itu bukan Kamen Rider. Rider. Demon. Ino Chikakoto. Mamori Tameni. Blah-blah-blah. Enggak. Goblok. Tolong malah gua. Hup!
早く7つの星を完成させないと。あの光は、え、もしかしてロンドン歌劇団。ウーフー、ランヌーン、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。さくらたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。ああ、わかった、任せたぞ、ロンドン歌劇団。ウーフー、さ、ありがとう、なるほど、よっしゃ、ソーラー、よし、帝国歌劇団、コーマ王様の復活はもはや目前。行くぞ、闇を封鎖、神速の刃、この国は、この星は、我らのものとなるのだ。これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る、てめえは先へ進め。分かった、ここは頼んだぞ、パスを。もしかして、次は私ね。待っていたわ、アナスタシア、頼む。分かっているわ、神山、任せてちょうだい。未来にかけて、星よ輝け。得意点はあと2つ、時間がない、急ぐぞ。了解。さすがに目障り、そろそろ消え失せ、帝国歌劇だ。邪魔しないと。よっ、コーマ王復活まであとどれぐらいなんだ。早く早く7つの星を完成させなければ。待たせたな、神山。おほほ、上海歌劇団参上。シャオロン、ユイさん、真打ちは遅れてやってくるってな。上海の竜、過激に登場だぜ。6つ目の星は私たちに任せて、帝国歌劇団は最後の一つを。助かる、みんな先を急ぐぞ。はい、駆け抜ける。はい、apa? Sakura kena serangan. Kenapa lo gak ngedot, Sakura? Koma を決して復活させない。Waduh.Belum selesai ngomong. Kaoru-san, Koma-o の封印の様子はどうですか？封印は確実に弱まってきています。もう
あまり時間はないと思います。くそ、急がなければ。なるなる。終わらすまい。慢。お前たち本当に強くなったな。ありがとう。最高のライバルがいてくれたおかげさ。言っておくが、主役を譲るのは今回だけだからな。行けよ。そしてテートを救え、帝国過激団。サクラ。Oh, Anda jangan kayak game sebelah dong. Anime sebelah. Ampas ya. Jangan. Ya, sepeda Sakura ini cakep nih. Nah, lama ya? Tolong. Cepat lagi. Ya, tenang. Masih bisa menunggu ya, santai. There you go. よ、答えて。待っていなさい、ゲーン。この星の力であなたを必ず。これで6つ。そしてシャオロンたちか。神山、待たせたな。こっちは準備完了だぜ。ああ、スミレさん、聞こえてますか。7つの星を作ることに成功しました。任務完了です。スミレ様、大地に7つの星が輝きました。封印の儀式、北斗七星の陣、いつでも発動できるで。わかりましたわ。私を置いていくなんて絶対に許しませんわ。お願い、待って待って、私を一人にしないで。大丈夫、いつかきっと、いつかきっと私たちはまた出会う。スミレさん、俺たちの思いを、未来を繋いでください。ありがとう、みんな。行きますわよ。今こそ輝け、命の星を、北斗七星の陣。
陣。体が動かぬ。これはまさかあの時の。そうですわ。聖剣を持ちて魔を封じる儀式、北斗七星の陣。我北斗は命を込めて地に注ぐ。天地最短、資源世界を断つ。これは今よ、雨宮さん、絶海の力を解き放ちなさい。お母さん、力を貸して。やめろ。雨宮の命に宿る絶海の力、今ここに。終止符を打つ。帝国歌劇団花組出撃だ。了解。これで終わりだ、帝国歌劇団。私たちは絶対に負けません。めちゃらえ。Ego!正義を貫き、世界の平和をつかむため、神山清十郎、お前にその覚悟はあるか。ありがとう、ベルリン歌劇団。
この覚悟を胸に必ず勝利をつかむ。ブレーキ眠れ。Oh, beda lagi tu. Gue tangkis ya soalnya dia. Get semuanya Hanami. Empat nama gue lo. Mampus. Oh.
おお。無限。Oh my god。終わった。うい。おお。よし。チュッチュッチュッやチュッ、わーお、いやー、seru banget。kalau gue udah diem berarti seru。 空が、終わったわね。やったな、神山、大勝利だぜ。これで生徒は救われた。清秀郎さん、最初地上勤務を命じられた時はさ、左遷かと思ってたんだ。帝国歌劇団に来て、君たちの隊長になれて本当によかった。ありがとう、みんなのおかげでこんなにも笑顔でいることができる。何を言ってるんですか、そんなの私たちもですよ。そうですね、うん、感謝しているわ。清十郎さんが隊長になってくれて本当によかったです。あなたを呼んだ私の目に狂いはなかったわ。すみれさん、それにみんなも。コーマに操られるなんて不覚だった。私たちを助けてくれたこと、改めて礼を言う。まあまあ、安静はそれぐらいでいいだろう。その後の戦いで十分に働いたじゃないか。確かにエリスってめちゃくちゃ強かった。今度勝負しようよ。帝国歌劇団のみんな、よく頑張ったね。いい戦いぶりだったぜ。さすが俺のライバルだ。みんな、この勝利はみんなの頑張りのおかげだよ。誰一人欠けていてもこの勝利はなかった。世界歌劇団が力を合わせた結果さ。それでも今はあなたに感謝したいのよ。すみれさん、ありがとう。神山くん、帝都みんなを守ってくれて。はい。清十郎さん、それじゃあ全員でいつものあれやっちゃいますか。そうだ。イエース。それじゃあみんな行くぞ。行くぞ。おーし、びっくり。どんなに辛いことがあってもみんながいれば乗り越えられる。信じた道が正しき道です。これこそ真の世界歌劇団だ。ありがとうみんな。せーの、勝利のポーズ。勝利のポーズ決め、あーせーくどっちゃん、クレン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 、クレンクレン、wow, ho, ho. belum berakhir, guys. Woo. Let's go.
Oke, ini endapnya, ending apa part ini. Yes, kita segel. Full pause. さて、そろそろ時間だな。聖十郎さん、さくらです。もう出る準備はできてますか？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。聖十郎さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まりますよ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。また世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんです。みんなどこかでくつろいでますよ。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってます。挨拶が終わったら舞台に来てくださいね。ああ、シェッ、わかった。 Not againNot again. Ah! I told you that. Yeah. It's going to be so fucking weird. Okay, here we go. Alright, here we go.Lagunya ya. それにしても、まさかお前と帝劇がこんなにも成長するとはな。最初は帝国歌劇団の名を借りた弱い奴らだと思ってた。それが今は俺たちに肩を並べるほどだからな。多くの壁が厳しく立ちはだかり、俺たちを鍛え上げてくれたのさ。そして俺たちにとっての最初の壁は上海歌劇団だった。だから俺たちがここまで成長できたのは君たちのおかげでもあるんだ。礼を言う。ありがとう、シャオラン。礼には及ばねえよ。いいライバルができて張り合いがあるってもんだ。いいか神山、お前はこの俺が認めた男だ。俺以外に負けるのは許さねえからな。それで、kalau kalian tahu Gundam Wing, ini Shanghai Kagekidan が勝つ。今度は油断しねえから覚悟しておけよ。ああ、ini sih gue terharu. Aduh, gue udah mulai agak mulus-mulus mana gitu. Karena excited, kayak aneh, masih kayak whatever.神山、お疲れ様。玄庵になんとか勝てたね。私、最初に出会った時、神山は帝劇の指揮官なだけで、玄はさくらの方が強いと思ったのよね。でも今回一緒に戦って、神山は指揮だけじゃなくて剣も結構すごいんだって思った。ありがとうございます。他の黒騎士に認めてもらえるなんて。
からさ、次の歌劇団対戦では私とも戦ってよね。神山くん、おめでとう。君ならやってくれると信じていたよ。アーサーとランセロットさんの力もあったからこそ、あの原案を倒すことができたんです。なら僕たちが手を組めば完璧だな。どうだい神山くん、ロンドン歌劇団に入らないか。我が騎士団に君のような侍が入ってくれれば、僕たちは無敵の歌劇団になれると思うんだ。ありがたいお誘いですが、遠慮します。俺は帝国歌劇団の隊長でいたいですから。やれやれ、振られてしまったな。まあでも僕はまだ諦めてないよ。今回の戦いを経て僕たちも強くなった。次こそ絶対に君をひざまずかせてみせるよ。 Let's try。じゃーん、これ見てよ、私のコレクションなんだ。おお、花組のブロマイド、すごい数だな。よく集めたね。でもね神山さん、実はある人の写真がなくて、まだコンプリートできてないんだよ。え、ちゃんと全員分あるみたいだけど。花組といえばこの人、この人がいないと花組に今のような輝きはなかったかもしれない。そんな重要人物がいることを忘れているなんて。神山さん、君は隊長失格だよ。そんなすごい人が花組にいたのか。一体誰なんだその人物は。その通り、花組といえば神山さん。だから私に神山さんのブロマイドを。ちょっとちょっと、いいよいいよ神山さん。そこそこでストップ。後悔取られるのも結構気分がいいもんだな。毎度、勉強します。それを買うてくれるんか。毎度あり、またよろしく頼むで。神山さん、あんた最近だいぶもぎり姿が板についてきたやんか。そろそろ次のステージへ進む頃合いやな。あての売店技術の全てを叩き込んだるわ。叩き込む、もしかして今からですか。流交渉術全部覚えてもらうからな。どうした、勉強させてもらいます。おう、素直な神山さんは大好きやで。す
ごかったですよ小町さん。あそこまで値切るなんて驚きです。あははもっとやもっと、どんどん当てをよいしょしたってや。もっとですか。よっ小町さん世界一。大きく出たな神山さん。ああええ気分やな、ほんま楽しいわ。なあ神山さん、あてと二人で売店やらへんか。え、それもいいかもしれませんね。ちょっと戦いに疲れたかもしれません。てやろ、美男美女の売店員として漫才しながら物を売るんや、きっと楽しいで。よし、俺早速すみれさんに相談しに行ってきます。あ、あかんわ、ちょっと待ってな。どうしました。大変なことに気づいてもうた。神山さんが売店やったら誰がもぎりをするんや。あ、いや楽しかったな神山さん。それに荷物持ちもありがとうな。ほんまに売店で雇いたくなるで。せやけど今日いろいろと付き合ってもろてようわかったわ。神山さんはやっぱり花組の体調がぴったりや。売店には到底収まらん。そうですかね。あては帝国歌劇団花組隊長の神山さんが好きなんや。胸を張りや。はい、ありがとうございます。でも仕入れが大変な時はまたこっそり手伝ってな。わかりました。その時はこの神山清十郎勉強しますぜ。最高やで神山さん。セイボン、あの時サクラをかばってくれてありがとう。しかし私はまた同じ事態が起こったらやはり帝剣を作ろうとするだろう。その時はまた君が私を止めてくれる、そう信じているよ。はい。元安との戦い、実に見事だった。よくマナー安心。まさに君たちの絆の力が生んだ勝利だな。どうした？今回の戦いではいろいろなことがありました。新宮寺さんに似た敵が現れたり、過去に戻って日向さんに会ったり、桜には辛いことばかりだったと思います。でもそのすべてを桜は見事に乗り越えました。あなたが教えてくれたまっすぐな未来を目指す心で、だからこの勝利は白秋さん、あなたのおかげでもあるんです。やれやれ、これだから若者は素晴らしい。よちよち歩きをしていたかと思えばすぐに成長し先人を追い抜いている。神山くん、良い隊長になったな。ありがとうございます。これからもご指導よろしくお願いします。ダールさん、書類の整理ですか。俺、手伝いますよ。神山さん、いえ、私一人で大丈夫です。でも、結構な量があるじゃないですか。遠慮せずに、俺は頼ってください。それではお言葉に甘えて、お手伝い、お願いします。はい、任せてください。一緒に頑張りましょう。
それにしてもこれを全部一人で、いつも大変ですね。確かに今日は少し量が多いみたいです。でも花組さんと違って私たちはコウマと戦うことはできませんから、これぐらいはさせてもらいたいです。少しでもできるか。カオルさん、俺たちは風組の支援があるから戦えるんです。あなたの情報や指示がなければ負けていた。そんなことは、神山さんは一人でも切り抜けていましたよ。そうだとしても心は一つだったと思います。俺たちは離れていても一緒でした。一緒に戦っていました。同じ目標に向かって。神山さん、そうですね、あなたはそういう人。今回の戦いでよくわかりました。そういうところ少し素敵だと思います。え、何か言いました？何でもありません。そこ間違ってますよ。え、どこですか？教えてください。近寄らないでください。近寄るなって言われても、教えてもらわないと分からなくて。もう早く終わらせますよ。はい、カオルさん。これで書類は終わりです。ありがとうございました。大変助かりました。いえ、なんだか帰って邪魔してしまったような。そんなことはありません。結構楽しい時間でした。よかったらまた手伝ってくださいね。カオル、カオリ、待てよ。うっそだ。あれ？あ、じゃ。うっそ。私が計算した結果、すべての過激団が力を合わせても原案相鉄に勝てる確率はヌルプロッツェントだった。なのに私たちは一人の犠牲も出さずに勝った。正直に言って意味がわからないわ。神山、指揮を取っていたお前はあの時どんなことを考えていたの？それは、どんなだったかな。わからないってどういうことよ。自分のことでしょ。脳みそちゃんとついてるの？いや、その俺はあの時ゲンアンを倒すことに必死だったんです。ゲンアンを倒し絶対にみんなで帰る、そのことしか考えていませんでしたよ。何よ、ちゃんと覚えてるじゃない。今回の戦いでは私たちもいろんなことを学ばせてもらった。その点については感謝してあげるわ。そのありがとう。今回の主君はやはり帝国歌劇団だろう。神山、あなたの指揮も見事だった。エリスさんたちの協力があってこそです。俺たちだけの力じゃありませんよ。そう言ってもらえるのは嬉しいが、今回我々は大きな失敗を犯している。それはもう言わないでください。エルリン歌劇団はそれを補ってあまりある活躍をしました。失敗というなら俺たちだって山ほどしてます。でもそれでも前に進んでいったから今があるんです。今回の戦いは皆それぞれが失敗を乗り越えてそれで得た力で勝ったんだと俺は思います。
確かにそういうことなのかもしれん。神山、あなたは世界だけではなく私たちベルリン歌劇団も救ってくれた。改めて礼を言わせてくれ。Gila orang Jerman. Berlin ya. Masih mirip aja lu. Kore wa? Kyou wa tokubetsu na hi. Ai ga afureso na hi. Kitto私に奇跡が起こります。今日は特別な日。愛の鐘が鳴る日。あなたと二人のラブストーリー。スミレさん、なんて美しいんだ。これが帝国歌劇団花組、伝説のトップスター。黙って立ち聞きだなんていい趣味とは言えませんわよ、神山くん。しまった。すみません。あまりの美しさに見とれてしまって。まあ、神山くんもずいぶんお上手になりましたわね。よろしくてよ。今回の戦いの功績に免じて許してあげますわ。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、神山くん。本当に今回の戦いはいろいろなことがありましたわね。スミレさん、感謝しているわ、神山くん。ありがとうございます。ですが、俺はまだまだです。そんな謙遜しなくていいですわよ。あなたはよくやりましたわ。謙遜ではありません。もっと力があればと思う戦いが多くありました。もし新たな脅威が来ても負けないように、隊長として自分に満足するわけにはいきません。神山君、あなたはまさに帝国歌劇団花組の隊長にふさわしい男ですわ。この神崎すみれが知る限り2番目にいい男ですわよ。ありがとうございます。ちなみに1番はそういうことを乙女に聞くものではなくってよ、神山くん。ya kaptennya dulu kan, dia suka jadi kayak mengingat kembali. ヒロミさん、もしかしてまた和菓子の試食ですか？ピンポーン、正解です。神山さん、新作のおまんじゅうを作ってきたんですよ。今回は超自信作ですよ。神山さんのために一生懸命作りました。ありがとうございます。それじゃあ、ありがたくいただきます。え、どうぞ。
これが新作のおまんじゅう。その名も神山です。俺の顔、本当に俺のために作ってくれたんですね。ですから、そう言ってるじゃないですか。どうぞ遠慮せずに食べてくださいね。じゃあいただきます。ん、お、うまい。神山さんが帝劇のために頑張ってくれているので、このお饅頭は私からのご褒美です。いっぱいの愛情を込めて作りました。ラブラブ。 ありがとうございます。いや、本当に美味しいですよこれ。あらあら、そんなに慌てて食べたら。ほら、あんこがほっぺに。ああ、すみません、何か拭くもの。神山さん、じっとしててください。私が取ってあげますから。ひろみさん。あ恋人っぽいことをしちゃいましたね。花組の皆さんには内緒ですよ。二人だけの秘密です。ジャパン。清十郎、いいところに来たな。ちょっと懐かしいものを見つけたんだ。はあ、これは漁師戦闘機実習の写真。懐かしいな、二人で失敗ばっかりしてたっけ。ほんと、思ったように動かなくてな。そして俺は霊力がないことが分かり、飛行整備課へと移った。ああ。おいおい、そんな顔すんなよ。後悔は全くしてないぜ。でもお前、移動の時泣いてたじゃないか。忘れろ、あれはもう忘れてくれ。確かに俺は漁師戦闘機に乗って平和を守りたいと思ってた。それが叶わないと知った時はそりゃ荒れたさ。でもある男が言ったんだよ、ここで止まるなんて許さねえぞってよ。泣いてるやつに言うんだぜ。ひどい話だろ。でもその言葉に頭にきてな、俺がいつか霊力がなくても乗れる漁師戦闘機を作ってやる。そしてそいつをいつかぶち抜いてやるって思えたんだよ。あの言葉があったから俺はまた立ち上がることができたのさ。そいつ本当にいいやつだな。お前にもそんな友達がいたのか。は？ん？なんだよ、俺なんか変なこと言ったか。いや、なんでもない。そうだな、そう思うよ。そいつはさ、俺のただ一人の親友だよ。No. Gue main itu enggak, makasih ya. Harus.
脚本の執筆に演技の打ち合わせ、自身の稽古もあるし、ここしばらくクラリスは大変だったよな。本当にお疲れ様。いえ、あの戦いに比べたらこのぐらい何でもありません。それに破壊の戦いと違って創造の戦いは喜びに満ちていますから。クラリスらしいな。でも無理はしないでくれよ。はい、ありがとうございます、神山さん。ここんとこうちの神社が忙しくてよ、人手不足で私まで駆り出されるんだよ。人手不足って祭りでもあるのか。あるじゃねえか、世界歌劇団公演ってでっかいお祭りがよ。公演を一目見ようって世界中から人が集まってきてんだ。大変だぜ。まったく。そうなのか。あ、俺でよかったら神社の手伝いをさせてもらうよ。え、いいのか。そいつはマジで助かるぜ。任せてくれ。どうぞ。世界歌劇団公演楽しみね。ああ、世界中の歌劇団が揃っての一大公演だ。注目度も高い。危機を乗り越えた帝都の復活の証だもの。当然よ。そして世界中の歌劇団が強い友情で結ばれていることは大きな意味を持つわ。そうだな。でもそんなことより俺はその舞台にアナスタシアがいることが嬉しいよ。頼むからもう二度とやめるなんて言わないでくれよ。言わないわ、あなたがやめない限りね。Ini persaing lu yang bakal jadi pendamping gua, oke? Okay? Tunggu aja lu yang bakal jadi ini gua. Gua bakal mainin lagi. Dan ada Anastasia yang akan jadi ini persaing. Meron. Nih, Seijuro.今日の公演が終わったら三日月に行こう。いいけど、そういや営業再開したんだっけ。うん、そしてなんと世界歌劇団公演に合わせて新作まんじゅうを出すという秘密情報を入手した。世界中の味を漏れなく全部詰め込んだってひろみさんが。へえ、それはちょっと想像ができないな。正直おまんじゅうのことが気になって公演に集中できそうにない。え、いやそれは困るよ。アザミ、頼むから集中。集中だ。わかった、新作まんじゅう10個で手を打つ。わかった。
挨拶は終わりました？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。またこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思ってませんでした。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言でもある。君のおかげだよ。君が守ったんだよ、帝国歌劇団を。新宮寺さんのようにね。清十郎さん、君は夢を叶えたんだ。おめでとう、さくら。清十郎さん。いい話じゃねえか。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔で向かいましょう。花組みんなで幸せの星となるために。わかったよ、行くぞみんな。ウォーホホー、帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。こうして私たちの戦いは終わり、帝都に平和が戻りました。いろいろなことがありました。歌劇団解散の危機、夜叉とのこと、これらすべてを乗り越えられたのは奇跡なのかもしれません。戦いの舞台となった歌劇団大戦は平和の祭典として再開されることになりました。世界中の人々が熱狂し喜び合う絆の競技会。さあ今その幕が上がります。オーケー、 Here you go guys. Aduh gila, thank you banget. Gila, dari tahun 2019 gue baru tamat tahun 2022, dan akhir tahun lagi gue. Gila sih, 3 tahun gue meninggalkan game ini. Tapi gue gak bener-bener tahun 2019, kayaknya gue tahun 2020 baru main kayaknya. Jadi ya basically ya udah lama sih. Gokil sih. Ya skip aja. Gue kalau post credit gak terlalu penting. Warp. さくら、時間だぜ。うん。さくら、頑張れよ。元気で。さくら。セレ兄様。妹として恥じないように上海歌劇団で頑張ってきます。お前は妹じゃない、一人の女性として俺の隣にいてくれ。いくら、さくら。おい、おおおい、乙女なんですよ。恋の幕開けに大事。
Untung gua belum matiin. Untung gua belum matiin game. gua matiin recording-nya, gila. Okay, that's what I'm looking for. Thank you. Wow. Alright, itu dia video kali ini. Thank you banget untuk kalian yang telah nonton. Dan ya, sampai tinggal Sakura Wars. Game yang telah gua lama-lama untuk nantikan untuk tamat. Dan ya, yeah, that's it. Pengunjung tahun. Dan gua akan streaming game lain pastinya. Thank you banget. Tamat game-nya. Woo! Gue kayak seneng, bebas, bahagia, campur aduk, sedih. I love this game. I love you guys. Thank you. Bye. Ya, macam ni.